さあ、牛ミルクボス、最近ですね、ツイッターで話題になっている一般お嬢様 VTuber のあの方をご存知の方も多分いらっしゃいますわでございますね。はい、ちょっと無理しましたね。まあ、SNS がネットニュースで話題になっていた、女性 YouTuber の日本の VTuber で最速の100万人を達成した、まあ、某一般お嬢様がいますけども、それ以外でも、まあ、最近お嬢様というのは話題になってまして、佐賀大学の方でお嬢様部というものができたというので話題になっていましたけども、今回ですね、鹿児島にもできたようです。いやー、ひったまがりました。それがですね、鹿児島大学お嬢様部かっこ非公式、まあ、どういう活動をするかは気になるところで壊すけども、まあ他の佐賀大学とかみたいなことをするのかわかりませんけども、まあですね、ツイッターの発言がですね、わっつ面白いというか、まああれですよね、こんな感じでおハーブ生えますわというか、おハーブ生えますわって感じのものなんですけども、こちらですね。はい、で、まあ、鹿児島大学の非公式お嬢様部の方々がどのような活動をされるか期待しておきたいところでごわすけども、まあこの方たちが早速地元のラジオ局の大学生に出る番組とかに呼ばれたらちょっと聞きたいでごわすよね。どういう方がやってるのかっていうのが気になるところでごわすけども、まあ、ちなみになんですけども、この、情報見た後ぐらいにですね、鹿児島高等予備校の方にもどうやらお嬢様というものができていたという話みたいでごわすね。めちゃくちゃ増えてくるでごわすね。今後もどんぐらい増えてくるのか気になるでごわす。